岩ミッドサウスタッグ王座は、1997年に創設された岩ミッドサウスの認定によるタッグの王座である。岩ミッドサウスタッグ王座、そのチャンピオンベルト1997年7月18日、米国ケンタッキー州、ルイビル、ブルペインとタレクザグレートを破った、ウォーマシーンズというタッグが、初代の獲得者へ。続けて、ミスフィッツというタッグがこれを獲得した後に、 一時的に廃止状態へ。そして2002年の2月1日、ローリンハード、ミッチページ組が、トットモートン、ミッチライダー組を下すと同時に再開となった。その2002年の4月にあっては、イアン・ロッテンネクロ・ブッチャー組を破ったローリンハード、ミッチページ組が、この王座の歴史上初であった2度目の獲得を果たす。やがてこの年の8月頃から、しばらく9位の時期が続くこととなった。 その創設からお,およそ10年を経た2008年に、あっては、女子プロレスラーのミッキーナックルズが2名の男子、プロレスラーらとチームを組んだ上で、この王座の歴史上初の女性による体感を果たすに、至った。ありがとうございます。